はい、赤川シートです。今日はですね、紫スポーツやりたいと思います。で、紫スポーツでやっぱスケートボードがたくさんあるんで、今日ね、自分が初めてだという体でちょっとスタッフさんに聞いて、スケートボード何がいいかを紹介してもらえたらと思います。もうね、こんな感じでスケボーがね、めっちゃいっぱいあるんですよ。まあ、これはね、コンプリートできてるものと、単品のものとあるんで、初めてスケートボードを買うっていう人はね、こちらの動画を見て参考にしてもらえればと思います。ではね、紹介してもらいたいと思います。紫スポーツ秋田店スタッフの藤丸さんです。お願いします。お願いします。でですね、初めてスケートボード、初めて、はい、まあ男性の方でいいんですけど、大人の方、はい、どのスケートボード、初めてです。で、スノーボードはまあちょっとやったことあるかなみたいな感じの人で、選んでもらえたらと思います。じゃあまず最初選ぶとしたら何を選んだらいいですか？全くやったことがないっていう人だと。はい、全くやったことないです。全くやったことがない人なら、まずキッズでもあるんですけど、この足跡。お、すごい、本当だ。足跡。普通スケートボードをみんなが見てるやつは、だいたいこの黒ができてるんですよ。どこに足を置いていいか分からない。そういったスケートボードだと、じゃあやってみようかなって言った時に、どこに足を置いていいんだろうって分からないのが、初めの疑問です。それが、このスケートボード。この赤、緑、黄色っていうのがあるんですけど、これで足を置く場所が分かりやすいっていうのが、この紫スポーツのスケートボードになります。このスケートボードは赤いところに前足で、これで置いて進む。で、乗ったら、進んだら今度レギュラーの場合、緑、ここに足置くと乗れます。これがグーフィーの場合でも一緒で、前足が赤で蹴ったら今度黄色で降りる。足跡がついてるので、どこに乗っていいかが分かりやすい。本当一目で分かります。始める方にはこれが一番おすすめです。あ、今のでいくらですか？今。お、7,590円。今のスケートボードがこちらのお値段になります。大人用と、キッズ用。最初ね、キッズとかはこういうので覚えてもらった方がいいかもしれないですね。こんな感じなります。じゃあ次に、スケートボードはちょっとやったことがあって、これからちゃんとしたスケートボードを買いたいっていう方におすすめのものをお願いします。ちゃんとしたやつ、はい、今までね、ネットで買ってよくわからなかった。なるほど、はい、そんな方におすすめは、はい、こういう出来上がったコンプリートじゃなくて、はい、バラバラ買いましょう。バラバラ買った方がいいんですね。スノーボードもバラバラ買いますよね。あ、確かに。もう出来上がったやつよりは、もう自分の好みに合ったスケートボードをバラバラ買って選んでもらった方が一番いいと思います。え、じゃあこの中からもうめちゃめちゃあるじゃないですか。何を、まあまあざっくり基準ってわけじゃないんですけど、もうありますか？基準ですか？はい、基準はですね、はい、いいのかな。板はね、はい、見た目めちゃめちゃ大事じゃないですか一応一般的に、うん、今の、うん、男性、成人男性だと、うん、8インチ、はいはいはい、8インチ書いてますね、はい、ここです、ここの幅が、はいはいはい、8インチ。で、女性の方で 7.75 インチ、うんうんうん、幅が7.5 インチで、キッズ
がこれ書いてある 7.4 インチっていうちょっと細めで、長さもちょっと変わってます。あ、本当だ、ちょっと短い長さも変わってます。もっと8だとそんなに変わらない、うんうん、で 7.4 になるサイズだとちょっと長さが変わってます、うんうん。まあでもその太さとかは好みですよね。そうですね、太さはこの足のサイズとか感覚とかで。そうですね、でも目安大体今始めてる子たちだと、うん、大体男性は8、女性は7.75を選ぶ。はい、で次にトラックとかはありますか？トラックはですね、いっぱいある、いっぱいあるんですけど、はい、これもサイズがあります。はいはい、でこれがまあ、大きくその2種類かな、うんうん、まあ、129インディーっていうメーカーだと129が139って書いてるんですけど、うんうん、そのハンガーの長さ、おー違う、この長さが違う、はいはいはい、違う、はいはいはい。でこれがさっきの、7.75 だとこのインディペンデントの129、うんうんうん、で8インチだとこっちの139って書いてあるのが基準になりますね。はい、じゃあ続きましてウィールの、まあ、大きさとかあと硬さが違うんですよね。そうですね、今は、はい、普通のスケートボードはハードウィール、はい、こういうハードウィール、はい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 、これお店にあるやつ爪で押すと分かるんですけど、へえ、あ、硬い硬い。で始める方とか、まあ、乗るだけクルーザーとかだと一応ソフトウィール、はいはいはい、まあ、これも爪で押すとふにゃって、あ、本当に柔らかい、まあ、これがおすすめですね。始める方は、こういうクルーザータイプのソフト、まあ、普通にスケボーやっぱりガンガンやってる子たちはもう、うんうん、こっちのハードタイプがおすすめですね、うんうん。まあ、その中でも一番人気あるのがスピットファイヤー、うん、まあ、よく見ますよね、この、はい、よく見ます、ね、スピットファイヤーのこの、はい、ロゴ、まあ、これが一番人気になってますね。大きさとかは別にレディースメンズあります？大きさは、そのやる路面にもよるので、まあ、路面が悪い場合だったらちょっと大きめ、うんうんうん、まあ、54mm、うん、あとは路面がいいとこであれば51、50までもいいかな、うんうん、平均してだと今 53mm っていうのが見れてます。あ、その間取ったとこですね、うん、あとはベアリングかな。なんかこうベアリング数字があるんですけど、そういうのはあれですか、レベルとかによって違うとかですか？これは、はい、まあ忍者っていうブランドで、はい、3、5、7、はい、まあ、数字が上がると簡単に、はい、滑る、はい、まあ、あの3が滑らないっていうわけではないんですけど、うんうん、個人的におすすめするなら初心者だと案外3選ぶ方多いんですけど、うんうん、初心者でも7選んだ方が、うんうん、滑った時にワンプッシュ、うんうんうん、一蹴りで進む距離が伸びるので、まあ、スノーボードやられてるっていうことだと、うん、スノーボード走らない板より走る板の方が楽しいので、確かに7番の方をおすすめしますね。へえ。あともっと高いのもありますけどね、これが忍者の7で、うん、3630、はいはいはい、おすごっ、もっと走りたい方はこの2万、2万900円もあるのでぜひ。これは高い、これは高い、めちゃめちゃいいです、ね、スケボーの中で一番高いアイテムになっちゃうかもしれない。でもそれぐらい重要ってことですよね。そうですね、走らないより走った方がいい。あと必要なのが、あ、それは大事だ、それは、はい、ツール、はい、まあ、スケートボードこの T 字型、はい、T 字型のツールみんな持ってると思うんですけど、はい、持ってますね、持ってます、はい、これがあると全部のスケートボードの調整ができます、うんうん、よいしょ、
な感じで T 字になってるんですけど、はいはい、この大きいところ、うんうん、大きいところがキングピンっていうここの大きいバスケットのトラックのブッシュっていうこの硬さを調整するツール、うんうんまあ、これで乗ってみて柔らかかったら締めてくる、硬かったら緩めてくる、うんうんまあ、これを持ってると楽なのと、ここが大きいやつ、うんうん、で今度中くらいのやつがサイドナット、ここのタイヤの調整、ウィール、うん、ここの調整をします。腹部ここをぶつけて取れちゃうこともあるので、うんまあ、やる前には調整してあげた方がいいかなと思います、ね、ちなみにこれはどれぐらい締めた方がいいですか？これはですね、だいたいここの上にっていうか、このボルトに合わせるんですけど、うん、このナットがぶつからない、なんていうのかな、このスラを合わせるのが一番いいんですね。あ、これぐらいですね。締めすぎると動かないですもんね。そうですね、締めすぎると動かないんで、このぐらいに。はい、で、ここの小さいところがここですね、はいはいはい、このトラック、はい、ここですね、ここの小さいネジを締める、はい、まあ、これがあれば調整して、うんうん、もまた楽しくなると思います。ちなみにここ一番最初のスケートボード初心者の人って硬さはどれぐらいにしといた方がいいとかあります？初め初心者の方はこうグラグラすると、うん、やっぱり乗った時に不安定なので、うんうんうん、ちょっと思ってる強めにこう締めてあげた方がいいと思います。はい、ツール、あー、どうぞ、セットになる、はいはいはい、膝、肘、手首、はい、あります。子供たちになって大人になるとやっぱり、うん、膝、肘よりもすぐ手が出やすくなるので、うんうん、私のおすすめなのは全部あった方がいいんですけど、まあ、手首が、うんうん、リストゲーターっていうのが必要だと思います。あ、すごい。手のひらが守られるっていうのと、うん、こっついた時に肩の外れたりとか、うんうん、攻撃をこう滑らせて緩和してくれるようになります。こんな感じでいろいろ紹介してもらったんですけど、正直自分もわからないことが多かったので、皆さんもね、ぜひね、お店に来て聞いてみてください。で、乗れるようであれば乗らせてもらって、ちょっと感覚を、これがいいな、あれがいいなとか、で、やってもらえれば、失敗のないスケートボードの、選び方になると思うんで、皆さんもぜひ、紫スポーツ、今回ね、秋田店に来て、こういった商品を見たんですけども、皆さんも紫スポーツにぜひ来てみてください。ありがとうございます。